膝の割れがなくなったね、うん、はい、じゃあその感じを今のまま、今のところから徐々に自分のフォームに近づけていってみて。今の使い方で徐々に自分のフォームに近づけていって、今の感じで斜めぐらいから徐々に向いていって、そうそう、そこから自分のフォームに近づけて、最後のリリースはドン、そうそう、最後のリリースは、リリースの瞬間だけ今日さっきのやつを忘れないようにしてリリース、うん、さっきのリリース忘れるな。10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、27、28、29、30って感じでこうする練習があります。で、なぜこういうあの根性練習みたいな感じなんですけども、これちゃんと理由があって、振った後に戻してこようと思ったら、できるだけスムーズな振りにならなければ戻ってこれないんですよね、うんうん、だから繰り返し繰り返しやるっていうことも大事で、で1、2で30秒で30回振ってみようというふうにします。そしたらリカバリーって言うんですけども、振ってグラグラしてたら戻せないんです。そこを戻す、振って戻す、振って戻すということを繰り返しやってもらったら、自然と体幹の力です、振りもあのバランスのいい振りを習得できますよという練習法で、まあ、しんどいと思うので頑張ってください。